ですよ。だからみんなの代表だったのにしっかりしてよあんたっていうのが私はあるんですけど、だからあの報道にある種こうある意味なんかこう叱るべき大義もあるわけですよね。いやだから私はこのまま言ったらね、選挙権がね今18歳になってるから、ひょっとしてよ誰とは言わないでもアイドルが出たらみんなじゃあ30万以上取ってみんな2300万ってふざけんなっていうの、はい、違うでしょって、選んだのは私たちなんだから、この辺なんか1週間ずつ大きな事件が全部忘れ去って、稲田さんだってあんなニコニコして辞めんだよ。はい、本当にね。まあある意味今北朝鮮がいっぱいね、なんかまあトランプさんといい子してるけど、まあ私にこんな話さしてるようでは日本の国ダメだね。そんなことないでしょ。明日明るくお任せやるわ。明るく、はい、はい、ということで週刊ワダスポお送りいたしました、はい、それでは1曲、来日中のアリアナ・グランデの曲を、はい、今週木曜日に5月のイギリスでのライブ会場の自爆テロ以来となるコンサートを行いました、ね、はい、今日と明日も同じく千葉の幕張メッセで行いますが、はい、チケットはソールドアウトだそうです。アリアナ・グランデ&ジョン・レジェンド、美女と野獣。